皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はロンジンヘリテージ1968-18金ピンクゴールドの実機レビューをお送りしていきます。1832年創業、万国博覧会最多受賞歴を誇る老舗ブランドロンジン。伝統、エレガンス、イノベーション、スポーツ、そして冒険をテーマに時計作りを行っています。今回ご紹介するモデルは1968年に製造されたモデルにインスピレーションを得て2012年にリメイクされたスクエアウォッチ。薄くエレガントな角型時計、手巻きのヴィンテージウォッチのような佇まい。しかし実際には自動巻きを積んでいます。本日もぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンター三振、4時半位置に日付表示、シンプル機能のドレスウォッチです。搭載される機械は自動巻きキャリバー L619.2、 薄型汎用ムーブメントの名機エタ 2892/A2 をベースとして使用したもの。エタというのはムーブメントを専用で作っているメーカーです。 2892/A2 というのはオメガ、IWC、カルティエなど様々なブランドの時計に使用されております。リューズでの操作は長針の調整と日付のクイックチェンジが可能。リューズは小さく薄い形状、手袋をつけての操作は難しいですが、スクエア型のケースデザインを邪魔していないのがいいですね。冒頭でもお伝えしましたが、この顔立ちで自動巻きムーブメントというギャップがまたいいんですよね。一見本当に60年代の時計と思ってしまうほどクラシカルな顔立ちです。続いて外装デザインです。ケースは18金ピンクゴールド製、サイズは縦横ともに 33mm、 厚みは約 9mm。 フェイス面だけでなく横から見た際にも角型が際立つデザイン。ラグ形状も凝りすぎておらず、ミドルケースから自然に平行線を描いたようなデザイン。風防は無反射コーティングのサファイアクリスタル、防水性能は3気圧です。付属されるベルトはブラックアリゲーター。ツヤ感はあえて持たせず、時計全体で控えめな印象になるようバランスが整えられております。ピンバックルもピンクゴールド製です。ロンジンのロゴは有翼の砂時計と呼ばれています。これは未来へ羽ばたく翼と経過していく時間を表現しているものなんだとか。なんだかとっても哲学的ですね。ブランドの歴史詳細については別動画でまとめておりますので、そちらもぜひご覧ください。ピンクゴールドの時計ですが、ヴィンテージライクなデザインと控えめなサイズ感でビジネスシーンでも十分使用可能かと思います。夜は夜でバーの照明でゴールドの輝きを楽しめる、非常に満足感の高い時計だと思います。そして恒例のリストショット、手首周り 16.5 センチの場合です。角型で幅 33mm、 まあまあ大きい方かと思いますが、真四角なので縦の長さが手首をはみ出ていないのがいいですね。ストラップの幅が太いのもバランスが整って見えるポイントかと思います。ロンジンというブランド、手が届く価格帯の時計をメインに作っていることも大きな魅力ですね。この時計18金ゴールドを使用しているのに定価は100万円以下です。同モデルでステンレスシールのものもありますが、そちらは30万円以下です。以上、本日はロンジンヘリテージ 1968L2792871 のご紹介でした。現在は中古市場でのみ探すことができます。数は少ないんですが、見つかれば30万円前後から入手が可能です。気になった方ぜひ探してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。